こんにちは、マハネンです。早速ですが質問です。さて、画面にある英単語を過去の意味を表す表現に変えてみてください。そうですね、プレイは過去形プレイド、キャンは過去形クッド、これで過去の意味を表すことができます。そしてメイは過去形マイトを、果たしてそうでしょうか。今回はこれがポイントとなっていきます。こちらをご覧ください。確かに語源的にはマイトというのはメイの過去形なわけですが、今の英語においてはもはやマイトというのは過去の文脈ではなく現在に言及する際に使われます。つまりメイとマイトはもはやほぼ同じような意味で使われます。主にアメリカ英語ではかもしれないの意味ではメイよりマイトを用いる傾向があります。つまり語源的には過去形であるマイトというのは現代英語においてはもはや現在の意味で使われるわけです。ということは過去の意味で使いたいときには、過去の意味を表現したいときにはどのような形を使えばよいか、ここで工夫が必要になってきます。こちらをご覧ください。過去に言及する際にはハブ過去分詞というパーツを使うことで実質的に新たな過去形のような働きをすることができます。メイハブ過去分詞、マイトハブ過去分詞はだったかもしれないという意味になります。例えばこのように使われます。メイハブ過去分詞イコールマイトハブ過去分詞。さあ続いてマストです。マストにはしなければならない、違いないという意味がありますが、このマスト、これを過去の意味を表すためにはどのような形に変えたらよいでしょうか。実は先ほどと同じようにマストというのはこのように語源的には今は存在しないモートという単語、これの過去形に由来します。本来過去形だったものを今の英語においては現在の文脈で使っているわけです。つまりマストには本来過去形ですから、これ以上過去形が存在しないということになります。ここでまた同様に工夫が必要になってきます。こちらをご覧ください。マスト、しなければならないの意味では have to do を過去形にすることで had to do、 これによって過去を表します。そして違いない、こちらの意味では実は先ほどと同じように、ハブ過去分詞というパーツを使うことで実質的に新たな過去形を作ります。must have 過去分詞、ほにゃららだったに違いない。I must have dropped my keys somewhere。鍵をどこかに落としたに違いない。このように表現します。さあ、最後に should です。この should というのも、実は語源的には shall の過去形に由来します。結果として、should、これ以上過去形を作ることはできないということになります。また先ほどと同様に工夫が必要になってきます。もう大丈夫だと思います。should、これを過去に言及する際には、should、have 過去分詞、should have 過去分詞で何々すべきだったという過去の意味、これは後悔を表す表現として会話でも頻出します。さて、あなたは今学校に遅刻しそうです。 wake up という単語を使って後悔を表してみてください。そうですね、 I should have woken up earlier、 I should have woken up earlier、 もっと早く起きるべきだった。もう一つ言ってみましょう。あなたはテストで赤点を取ってしまいました。 study と more を使って後悔を表してみてください。どのようになるでしょうか。そうですね、 I should have studied more、 もっと勉強すべきだった。さあ最後におまけです。センター試験の問題、画面を止めてチャレンジしていただければと思います。以上、マサニャンでした。